しの時間。SBS ラジオラジオイースト、ここからはイースト推しの時間。週替わりで私、久保紗理奈やゲストの方々が皆さんに発信したい一押しな推し情報をお送りしていきます。今日は月に1回、私の大好きな仏像の世界を皆さんにもっと知っていただくナムナム仏像講座のコーナーです。やったー。教えていただくのは伊豆下田にあります近代絵画、そして仏像のコレクションで有名な上原美術館の主任学芸員、田島誠さんです。田島さんが今日こちらの会場にお越しいただきました。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、こちらね、松崎町からも近い上原美術館では、現在近代館で梅原龍三郎と伊豆、そして仏教館では綺麗なお経、可愛いお経が開催中ですね、はい。こちらは4月16日まで、はい、そうなんですよ、はい。特にね、梅原龍三郎と伊豆は御伊豆国がもしか持っていてですね、今まで公開されたことがないような作品がたくさん出てますので、ぜひねご覧になっていただければと。研究者も見たことが多分ないものばっかりなんですよ。すごい、はい。私もねすぐ行こうと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、4月16日までは会期中は毎日オープンされてるんですよ ね、 はい、ということなので、いつ起こした、あ、夜はダメですよ。夜は、はい、よろしくお願いします。時間を確認して、はいはい、皆さんぜひ行ってみてください、はい。さて田島先生、今日のテーマは何でしょうか。はい、会場がですね松崎町ですので、松崎町に伝わる仏像ということでお話ししたいと思います。おー、いいですね、はい。松崎で仏像あるかなって思われる方が多いんじゃないかと思うんですが、うん、すごい場所でねたくさんあるんですよね。もう知りたいです。そうですね、大体ですね、はい、松崎ってどういう場所かというと、ちっちゃな川がいくつか流れてる、はい、目の前流れてますよね、はい。桜並木の向こうは中川という川である、はい。あとはもうちょっとですね町の方行くと岩品川っていう川が流れてる。お、こういうふうにですねちっちゃな川が流れてる土地っていうのは怪しいんです。おお、はい。じゃあ仏像好きな人は川が流れてたら要注意という、はい。ただね、あんまり大きな川ではダメなんですよ、はい。古い時代はですね川何に使うか分かります？田んぼに水を引く川ですか？そうなんですよね、田んぼに水を引くんですけれども、大きな川だと古代とか中世の技術では扱いにくいんです。だからちっちゃいっていうのがポイントで、はい、まさにねこの場所っていうのはそういうことでね、古くから人が住んでいたということが分かってます。お、歴史があるんですね、うん。例えば平城京、はい、奈良の都からは、木簡って言ってですね、税金を納める時の荷札が出土してるんですけれども、はいはい。松崎からですね荒ガツオっていうものを出して、お、はい、カツオ、カツオ好きですか？大好きです。ね、鉛節で、はい、生はさすがに持ってる無理なんでね、煮てその鉛節にちょっと干したみたいな、そういうものを、はい。ちなみに煮汁も税金だったんですよ。あ、そうなんですか、うん。これは味付けなんかにスパイスとして使ってたんですね、はい。まあ、どちらにしろですねそういうことで古くから松崎には人がたくさんいたということになるかと思います。おー、そうなんですね、はい。そんな松崎に伝わる仏像を教えてください、はいはい。そうですね、まあ、人がいれば仏像があります、うん。まずはですねこの会場からちょっとは、まあ、でも数キロ 1,2 キロですけれども、すぐですね、吉田地区というところに、まあ、地区は吉田なんですけどね、はい、吉田寺というお寺がかつてあって、吉田寺と書いて、はい、吉田寺、はい、うん。そこにですね、鎌倉時代の阿弥陀三尊像と毘沙門天像の合計4体があります。すごい、4体も。そうなんですよ。この4体はですね昭和62年11月15日に上原仏教美術館、うちの上原美術館の前身なんですが、はい、私じゃないんですけどね発見したっていう。おー、すごい、うん。ですごい貴重な像で、修理をして東京国立博物館にしばらくあって、はい、やっぱり地元にですね持っていきたいってことで、今上原美術館が管理している。お、私もね何度も見させていただいたことがあるんですけど、はい、立派なお像ですよね。立派ですごく綺麗なお像ですよね、うん。去年の春なんかは金沢文庫、神奈川県立の美術館、はい、博物館ですが、そこのですね運慶鎌倉幕府と三浦一族という展覧会にも出た。ということは、
はい、実はね、はい、伝説では運慶のが作ったという伝説があるんですが、残念ながらそれはちょっと違うんですけれども、うん、運慶のですね直弟子ぐらいが作った仏像なんじゃないかな、運慶の次世代のですね慶派仏師の像ではないかと考えられています。バリバリの慶派。そうなんですね、上がりますね。ただねこの阿弥陀三尊っておかしくてね、はい、阿弥陀さんがいて脇地が観音菩薩と地蔵菩薩なんです、はい、なかなかない組み合わせですよね、うん、これちょっとどっかおかしいんですよね。なぜ、うん、普通阿弥陀さんだったら、はい、観音菩薩と静止菩薩が鉄板ですけど、来ますね、はい、さすがそうなんですよね、それが普通ですけれども、はい、実はね地蔵だってこれ全国にね10例ぐらいしかない、珍しい、すごく珍しいんですよ、はい、なぜ、それがね、なんでかわかんないんだけど、うん、それがね実は松崎に2つあるんです。10個の作例の中の2つが松崎、変な話ですけど5分の1が松崎にあるってことになりますね。なんでですか、まあ、まだ見っかってないお像もたくさんあるんでしょうけれども、はい、やはりですねこのすぐ近くに西宝寺というお寺があって、うん、そこにですね鎌倉じゃない、それより一世代前のやっぱり同じ阿弥陀三尊像があるんです。なんででしょうねこれ、ちょっとよくわかんない、不思議ですけど、はい、なんかいろいろありそうですね、はい、ちなみにね吉伝寺って今4体、はい、阿弥陀三尊と毘沙門天なんですが、うん、元はね7体あったことが分かった。そんなに、はい、あと3体が何かってことなんですね。うわー、なんですかね、サリーナさんさすがにわかんないですよ ね、うん、阿弥陀三尊毘沙門天、毘沙門天となると不動明王、はい、よく来ましたね、やった、願成就院ですね、願成就院です。で3体なんですよ、それじゃああと2体足りない、何でしょう、なんだろう、なんだろう、不動明の脇寺、本柄道寺と末高道寺、これね全然打ち合わせがないで今無茶ぶりをしたんですが、さすがサリーナさんで、そうなんです、当たってますか、そうじゃないかなと私も思ってます、はい、もしかすると毘沙門天なんで四天王って可能性もあるけれども、うん、まあやっぱりですね、願成就院のこともあるから阿弥陀三尊毘沙門天そして不動明王と二道寺なんじゃないかなと思ってます。うわーすごいですね、どんどんロマンが広がっていきますね、さすがにここについてくるとは思いませんでしたね困ったらどうしようかなってちょっと思ってたんですけど、でもね実は松崎ってこれが最後じゃなくて、はい、岩品地区って岩品川って川の流域なんですが、はいはい、そこにね岩品三薬師というものがある、お薬師さんが3つもあるんですか、伝説ではですねここに、はい、奈良時代ですね大仏を作った時に協力した行基という人が来た、行基さん、うん、はい、まあ、これ行基伝説って言って全国にあって、まあ学問的にはちょっと難しい話なんですけど、はい、その人が来て3つのお寺を作ったと、新福寺、東福寺、そして不老寺、うん、老いないお寺ですね、はい、というお寺が作ったと伝説があるんです。でそのお寺は今はないですけれども、はい、実はですねそれなお寺のご本尊だと言われているお像があるんです、うん、へえ、ご本尊残ってるんですね、ですお寺はなくても。で奈良時代の像だっていうのは、これは無理なんですけれども、実はね調べてみると、そのうちのですね東福寺ってお寺の本尊は松尾不動堂ってところにあって、等身大の薬師さんの由来、これサリーナさん見たことがあるんですね、はい、一昨年のうちの展覧会に出てね、はい、伊豆の仏像、あ、そうですね、伊豆の仏像、静岡の仏像、静岡の仏像という、ね、特別展で、はい、ちょっとねおばちゃんみたいな顔してる実はこのお寺には不動明王もあってちょっと古いんですけど、そんなものがあります、はい、でもう一つはですね新福寺というお寺の本尊ではないかと考えられている差川薬師堂ってところに、はい、阿弥陀三尊と毘沙門天があるんです。うわー、ペンキで塗られちゃってるんですねこれもサリーナさん見たことがある、ね、はい、こちらも見ました、ということでねあるんですよ、すごくそれぞれ個性的ですね、そうですね、お顔立ちとか、で残り1体不老寺の本尊、こちらはどちらにあるんですか。実はねこれ今アクセスしてるんですが、まだ調査のご許可をいただいてない、じゃあこれからもしかしたら分かってくるかもしれない、はい、ある場所にあって等身大だってところまでは聞いてるんです、
こう現在進行形でこう進んでるのが、そうですね、胸厚ですね、等身大ってね、江戸時代ってことはまずないんですよ。大きい仏像あまりないですもんね、だからちょっとね古いんじゃないかなというふうに考えています。うわー楽しみですね、うん、もし分かったら楽しみ。そう、あと、うん、実はねちょっと今回紹介し、まあ、しあのし忘れたんですが、はい、こういった像ではなくてね、松崎の伊豆の長八美術館に、はいはい、伊豆の長八が作った、うん、弁天様とですね毘沙門天なんかがあるんですよ。そうなんですか。こういったものもあってね、うん、意外に松崎って仏像熱いところですので、熱いっすね、ちょっとね今後注目していきたいな。ただ公開されてるのは、まあ、その伊豆の長八ですけどね、はいはい、ぜひご覧になっていただければなと思います。うわすごい、はい、結構松崎って、はい、こうホットスポット、そうですね、仏像ホットスポット、はいはい、じゃあこれからねまだまだこう知られてない仏像が、はい、また出てくるかもしれないということで楽しみですね、はい、このコーナーでのお話はナムナム仏像講座のサイトからアーカイブとして聞くことができます。番組のホームページの下にあるナムナム仏像講座をクリックしてください。どんなお話だったのか振り返って聞いてみてください。そして上原美術館仏教館では綺麗なお経、可愛いお経が開催中です。こちらもぜひ皆さん見に行ってみてください。今日も上原美術館主任学芸員田島誠先生に教えていただきました。田島さん今日もありがとうございました。ありがとうございます。イースト推しの時間、ナムナム仏像講座でした。